はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ゼイズノーゲームやっていきましょう。チャプター6、なんか最後みたいな雰囲気出てますが、とりあえずは悲しみの雨の、ね、0と1の雨が降ってます。奥にはラブゲームって薄く書いてありますね。 L が取れるかな、 L が取れるかな。あ、ここね。あ、ハサミ拾えないですね。あ、この文字を使ってなんか単語を作るのかもしんないね。ゲーム作れるね。ゲームでもゲーム作ってもな。ゲーム作ってもね。なんか飛んでくるものがもしかしたら触れるかもしんないんで。あ、歯車取れましたね。歯車を何に使うか。なるほど、いろいろ取ってみてください。さあ、次何来るかな。紙、あ、あ、ペガサスですね。あ、取れますね。取れた。あー、なるほど。イギリス、あ、ハサミ、お、ハサミやった。じゃあこれ切れるね。エルがゲット。あ、なるほど。傘が増したおかげで浮いてきたってことか。あ、そういうことね。あ、ラブゲーム。じゃあ、おー、いけますか。おー、ゲーム、M、 V にしようとしてる。V にしようとした。まあ、とりあえず並べれば。そうしよっか、ゲーム V だけ足りないね、やっぱね。ああ、上から降ってきたわ。はい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 。重くなってね。よいしょ。ゲームが好き。ゲームが好き？ラブゲイン？これあんたが作ったのか、ユーザー。感動しとるやん。本当に。俺がもうゲームじゃなくても。おめえのことじゃねえよ。しみるぜ。これがどういうタイプのプログラムか知ってるか。スタンドアローン。ああ、はい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 。どういう役割だろう。皮肉だろ、まあ、孤独みたいなね。それが俺の運命なんだろう。俺の呪いか。何も始まらないで終了ボタン。ダメですね。終了してノーを選ぶか。あんたが愛する人たちのところに戻れ。優しくしてやれ。ほう。あっ、イエスが反応しない。ほう。脳が壊されちゃった。今、間違えて押したのに。脳ちっちゃい。脳にしよう。ノーどこだ。脳のくね。どこだ。あれ、ないことある？絶対どっかにあるよな。これで、あ、スクロー、イエスイエスイエス、押せない。イエス押してみる。ないよな、ノーないな。壊した。あー、イエスを壊していくのね。はい、なるほどなるほど。おら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 、イエスさんにぶち壊して、はい、おのを見つけた。あった。えい、やめてやんねえぞ。まだ出ていかないのか。あー、もうわかったよ。ゲームがしてんだろ。じゃんけんか。じゃんけんやるか。お、クイズだ。それもパーマデスありの。パーマデス、いい、まあ思いついた。悪いか。ミュージック。それでは始めましょう。ローグクイズ。クイズ、クイズゲーだったんだ。別に俺が問題を出すから、正しい答えは制限時間内に選べ。いいだろう。これだけだとあんたには簡単すぎるだろう。まあな。だからもう一つ条件をつける。何、大したことじゃない。大したことそうだな。一度で間違ってあんたのセーブファイルを完全に消去する。ふざけんなよ。そういう系ね。俺は本気だからな。言ったら冗談を言う気分じゃないんだ。どこに文字を打つの。選択じゃねえか。さあ、行ってみよう。まあまあ、さすがにな。怖いな。徐々にな。第2問。めちゃくちゃ難しい問題。フランスの首都は、ご存知ですか。パリ。さすがに。はいはいはい。第3問。子供でもわかる。哺乳動物発現ベクター PMV 制限は酵素はどれだ。
わかんないよ。違ったか。あ、セーブファイルを削除します。削除しますってね。セーブファイルは正常に削除する。悪いなルールだから。答えあったのかな。まあそれっぽかったよね。うん、あーあーすごい始まりみたいな雰囲気でな。あら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 、これ本当に最初からか。なことないでしょ。なことないでしょ。劇中劇から。でもそんなボタンなかったもんね最初。そうだね、一番最初にはないはず。どうなんだろう。いや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 、あんなに一緒にやってきたのに。切ないね。チャプター1。ちょっとなんか汚ね。最初こんな汚かったっけ。どうだったっけな。動画見直す。どうだ、ビビったか。あんたが俺をからかうからお返しだ。もう壁紙のカビだな。最初は違ったんだ。DLC であんたに送りつけて。あ、やっぱ違うね。あ、なんか0と1の。あふれ出した。さっき俺が流した涙。あら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 、どえらいバイナリーリークを引き起こしてくれたな。俺たち溺れちまうぞ。ユーザー、さっきのは八つ当たりだ。右下をする。むしゃくしゃして悪かった。ダメか。ゼロと一を外に流してくれ。言うて何もできないけどな。あ、なんか流れてきた。ドアだ。ここでセーブ来たってことは、アクアマンの吹き替えだってできそうだ。なんか降ってきたな。ハサミ？なんだこれ。鍵か。PA PA U PA U なんだろう。 S が降ってきたね。 PA U S E P に鍵があるんだよな。P に鍵。 P の鍵なんだ。 U P A U S E スーパー取れないんだよね。手前側に落ちてる。うん、どこの文字だ。ポーズ、ポーズかな。あ、確かにポーズだ。これだ。ここだ。はいはいはい、ポーズか。はあはあはあ、スーパーだと思った。さあ、もらえた。鍵だ。ドア開けるな、それだけはやめろ。鍵、鍵ゲット。あれやるね。泡に入れておけ。俺を信じろ。ぶつけろ。あ、出た出た。これ、ま、もう一回割るしかないな。俺は繰り返す系のコントが嫌いなんだ。よし来い、矢印。早い早い。いや早いな。取れねえか。泡をこっちに、そっか、誘導するのか。そう、頼むよ。ヘイ、Thank you。さあ今度は衝撃対象にバーブルが同じことになっちゃうから。うん、考えないと。うーん、泡出されちゃうから。泡を避けるか。ミュート。あ、いけんじゃん。オッケー。吸い込まれていった。流れてった流れてった。そのドアを使ったらまずかったな。グリチ君、ゼロと1が俺のファイルに流れ込んできた。これは良くない。あら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 、っていうかやばい。また始まった。グリチ君、あそういうこと。もういいわ。別の世界行くのかな。またマジでそんな感じじゃないよな。鍵穴？そうね。また元の次元から追い出されてしまった。でもまあ今度は俺のせいだな。あんたあんな風に挑発したのは悪かった。ごめんよ。どこだこれ。で、今度は一体どこに飛ばされたんだろうな。現実か？鍵とスマホみたいな。そうだね、スマホみたいな感じあるね。
ドアか。開けたら出口があるのかも。だとしたら好都合だ。あー、パスワードだね。ここにヘルプはない。ロール。笑いみたいな。ロールで押してみる？ロール。右。そこ。はい。なるほどね。おう、できた。上にはめる。形うまくね。ほうはほこう。ヘルが、回せる？まあ。あ、そういう？ああ、はいはい。ああ、鍵になった。あ、いた。はい。おっと？バーチャル拍手。レトロフォンって書いてあるね。昔の携帯電話ってこんなのだったっけ？おーっと。まあこういうことになるんじゃないかとは思ってたけど、現実に絡んでくるってことね。現実ですね。さあ、ここは動かせる。こことここの画面だけ。電話をすると電話が鳴るんじゃないか。ダメか。電話番号戻る。3、3、3、4桁ね。はいはいはい。はいはいはい。7桁。メールは？受信。結構あるね。よう兄弟、クラウドファンディングうまくいかなかったみたいだな。本当に残念だ。今週中にオフィス出ます。555-8121。じゃあこれでかけられるな。数かけてみるか。555-8121。さあ、これでかかったね。誰か出たりするのかな。そうね。誰もいなさそうだ。まあ、電話はかけられると。じゃあ、他のご提案。突然のメールご失礼いたします。記者のゲームプレイを弊社の GPS アプリに踏み込むことに興味ありませんか。ああ。これ主人公。案件ですね、これね。主人公、あれか、ゲームクリエイターか。ぽいね。うん。さよなら。そんな風に言わないで、たとえ外国で働くことになっても、リードゲームプレイプログラマーになれるチャンスは逃せない。私たちの資金状態を考えてみて、私だってここで抜けるのは辛い。ジュリー。このゲームで GG の G じゃない？私の作ったものを全部残してから好きなんですか？ジュリー、ジュリー。ジュリーの G じゃないかな？ジジの G。ジジの G。違うかな？わかんない。RPG GPS アルファ版のバグ開発者は最新バージョンでファイルに問題が起きてます。修正パッチはありますか？なんかうまくいってないみたいですね、ゲーム開発がね。送信箱は？ああ、そう、アルファさんね。今度こそ治るはず。あ、パッチ3押せるんじゃない？パッチは正常に適用されました。パッチは正常に適用されてる。すごい怖い起こり方してくるな。パッチ2。前回のパッチは不具合があるみたいです。添付したパッチを起動して前回のパッチを修正してください。それで起動できるようになるはずです。はい、パッチに。正常に、はい。で、これか。なぜかファイルが一つ消えてしまいました。変だな。このパッチで問題は修正されるはずです。あ、これが最初か？あ、いいのか。まあいいや。はい、OK。まあ何かが修正されたと。おっと、動いた。バチッたな、今ね。この箱ちょっと動かなかったか。あれが多分、RPG なんちゃらかんちゃらだったんだろうな。まあこれは治った。うん、で、RPG GPS。おっと。これができるってことだね。ナビゲーション開始。おお、こっちの画面だって。レベル42だって。結構やってるね。うん、あ、ジジだ。ジジだ。42です。はい。ジジ。経験値2倍ウィークエンド。なんでこんな悲しそうにアナウンスするんだろうね。ああ、喋り出したわ。まあ会話できんだ。不思議なファンタジーシミュレーションを見たんだ。あなたがそばにいて私は歌ってた。それはね、現実ですね。うん、歌ってたね。あとで落ち込んじゃったんだ。で、これが君が組み込まれたプログラムなのか。この携帯の GPS ナビを RPG 風にするのが仕事。しかしこれが携帯電話なら持ち主は誰だ？誰だと思う？俺じゃん。ユーザーじゃん。
作者のガレージ、私たちの故郷。ホーム。ホーム。ヨリムってやつのところか。そんなに嫌いなんだって。だって君を俺から引き離した男だ。他に方法がなかったのよ。どういうことだ。開発を続けるよりも資金がなかったから。まあ言ってたね、メールでもね。資金をひねり出すのに非常手段を見つける必要があった。て、はいはい、っきり俺のバグに愛想を尽かしたのかと。そんなことない。あの人は私たちのことすごく自慢に思ってた。あなたのことも。あ、戻ってきた。あ、戻ってきたね。すげえ髭。すげえ髭。すごい髭。これでじゃあ、まあ電話に、電話かけても出るようになったって感じかな。そうだね。ああ作者。いつの時代のパソコン使ってんのこの人。ああ。ネット繋がった。Wi-Fi 接続は復活。まあ戻れる。あまり幸せそうじゃないな。電話かけるか？覚えてる。覚えてない。さすがに覚えてない。555-8121。さあ、まあ出てくれるでしょう。Hello? Hello? Hello? I can hear you breathing. 息の音しか聞こえないぞ。ああもう何か情報、何かフラグ立ててからだな。ホーム。これは何のアプリだろう。さっきのところかな。ホームって書いてあったから、さっきのそれがホームって書いてあるでしょ。本のマーク押せる？何もできねえのか。そこなんかないかな。パスワードっぽいものないね。他にいじれるのはメールボックス、電話。まあもう一回かけるぐらいしかないかな。そうだね。もう一回かけてみようか。さすが。もう俺は忘れてた。555しか覚えてない。ダメっぽいかな。この間に何かやるとか。いや、でもさっきと絶対違う。もう除霊の話だったら興味ないので。もう一回かな。これで同じだったらまあ。出てくれるかな。 What is it? What is it? アンケート調査です。悪いけど忙しいんで。足場が立ったんじゃない。もう掛けよう。ああ、もうダメ。止められた。今の見たか、ジジ。机の上のあの箱、勝手に動いてるみたいなんだが。Wi-Fi ルーターよ。まあ、一応もう一回かけながら。Yes! Yes! Listen to this. あー、なんか続かなそうだね。でも、なんか毎回変わってるからどうなのって感じなんだけど。まあ確かに。もっと見てみる。こんなに準備されてるかな。まあなんかいつか同じになりそう。ああ、なるほど。これでループかな。多分同じだね。オッケー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 。じゃあ電話ができなくなった。もうじゃあ今なんかちょっと動いたから、ここでなんか、できない。さっき何したら動いたんだっけ？パッチか。パッチを当てたら、もう一回やってみるか。動いたね。怒った。怒った。あれ？ああ、今。これでもう一回繋がるのかな？多分ね。あれ？でも、あれ？なんでだ？あれ？さっき適用したね、一回ね。さっき適用したね。まあ、これは出るんだ、じゃあ。なるほどね。お、なんかイベント。お、バチった。切れた。繰り返せばいいのかな。やってみる？まあ、なんかルーターの調子が良くなさそう。なんかパッチを当てまくったりすると、
壊れるみたいな。うん。そこが何もできないのかな。ホーム。上んとことか押せないの ?Wi-Fi んとことか。上んとこ、上んとこ、上んとこ。あ、ここね。さっき押したけどダメだったな。受信箱。お定期的にバチってなるな。調子が悪そうだな。ワイン？コーヒーをこぼしたの。はあ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 。なるほど。だからなんだ？コーヒーメーカーをこぼして調子が悪い。ログインコードないんだよな。4桁リセット。おなるほど、なるほど、そういうことか。一回間違えればいいのか。じゃあメールが届いたからメール見て。そうかそうか、なんかやればよかったな。4525 簡単にいいのかい。そんなんでいいのかね。セキュリティガバガバだな。ねえ、4525。おい、おお、これで入れた。コーヒーメーカーあるね。コーヒーメーカー、はい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 。そう、明かりも消せるんだね。そうだね、何か動かせそうだね。なんか レトロなのかレトロじゃないのかはっきりしてほしいな。あー、まあこいつの好みとかがあるのかね。めんどくさいね。ちょ、一回抽出してみて、適当に。すごいの使ったね。適切な環境ではありません。コーヒー？コーヒー？No. 部屋がこの暑さなのに暑い飲み物を選ん。じゃあエアコンを下げるか。オーバーヒートってのもあるね。なんか一層めちゃくちゃ上げてもいい。いや、10度は寒いだろ。はい、で、まあ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 、コーヒーを、はい、どうだどうだい。コーヒーを入れました。うんうん、10度だからな。急に10度だから。そりゃ10度だもん。はい、でもストロングエクスプレスだから。どうだろう、気に入ってくれるかな。あー、すげえぞ。あー、ダメだみたい。あー、バチバチった。成功だね。またやっちまった。あららら、死んじゃった。それはダメでしょ。殺しちゃった作者。一体何が起きた。感電してるね。いや、結構な怪我したよ。あ、不明な電話番号から出よう。どうもどうも。あー、グリッチだ。グリッチ、ミスターグリッチだ。何しに来たお前。あ、ルーターの中にいたんだ。失敗した。どう思うゲーム。なぜだ。どうして我々の道を交わり続ける。そしてなるより、なぜ私とお前の声を同じ男が演じてるんだ。ほう、俺にはわからない。うすうす気づいてるんじゃないか。それは分かってるはずだ。それは言えよ。同じコードだから。はいはいはい、はいはい、なるほどね。その通り。しかしだからといって私はこの壮大な計画を諦める気はないぞと。計画、ついにさあ来るか。広告、それは私が。おい、ふざけんなよマジで。絶対教えてくんない。あいつトンネルに入ったんだな。俺の可愛いジージー、ユーザーと俺が必ず何とかしてやる。ユーザー、あなたユーザー連れてきたの。ああ、うん。隠してたのにな。そうね、世界を滅ぼす気はないから。さあどうするか。これ美味しいコーヒーついじゃったら吐かなかったってことか。そうそうそう、成功したんじゃない。よかった、めちゃくちゃなコーヒーで。目覚ましかな。妖精でもいればな。電話か、それこそ電話じゃない。出ないね。電気を明るくしてみるか。関係ないか。これじゃ目を覚まさない。何なら目を覚ます。電気を一応ブーストモード。
ブーストモードでオーバーヒート、オーバーヒートさせるか、ブーストモードオーバーヒートな。40度熱いな。で電話かけるか。あ、電話来た。なんだい、なんだよ。赤と青の点灯するライトは何、点滅するライトは何だ。なんだ、信号か、違う、信号だね。うん、外にいるんだね、本当にトンネルにいたんだ。うん、あー、いやもう分かった、気に入ったぞ。こいつなんか外に出ちゃったな。外に出ちゃってんね。オーバーヒート、うん、さすがに起きるでしょう。あ、この音か。よかった、起きてくれて。こいつ心臓止まってたろ。ねえ。大丈夫か。電球が熱で切れちまった、真っ暗で何も見えやしないぞと。あ、まあこれはもう無理だろうね。ダメ、まあここら辺もダメ。ああ、これコーヒーはできるんだ。俺たちはここにいる。やっぱ電話かけなきゃじゃない、ここでついんじゃない。なるほどね。何回かけてることか、うん、もうお前も覚えたな。お、ついに来たか。出てくれるか。恐る恐るな。Yes. Hello, creator. Hello, creator. こいつの声じゃん。こいつの声だ。俺はあんたのゲームだよ。俺が死なせたゲーム。俺も死んでるってことか。なんでそうなる。真っ暗だ。あ、ほんで声同じだな。いろいろあって俺はその中に閉じ込められている。やばい、こっちに来る。落ち着きなさいよ。おお。おお、めっちゃ地形。My game? いやー、はーい。ウイルスか何かにでもなったのか。どうやって俺の携帯に入った。話せば長くなるのか。要するに、あんたが俺とジジを別々にしたとき、ジジ？あ、グローバルゲームプレイ。彼女の名前ジジ。そんならジジでいいや。それで？あ、バグのせいでここを飛ばされたとね。はい。そのバグは今世界を征服しようとしているんだ。へえ、世界をね。まあ定番だな。信じてね。本当だってば。異常を検知しました。GPS が変だと。警告どうなの？おー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 おお。あ、大規模な渋滞だから。リアルなゲームなんだ。俺たちが信じられないテレビをつけてみると。じゃあミスターグリッチが頑張ってるのか。運んで、ああ、本当に混んでる。 Unbelievable。 ああ、これは現実か。ああ、犯人は、おう、犯人こいつってことになるんじゃないの。まあそうだよね。結果的にはね。ああ、テレビも映んなくなって、やばい、これで信じるかと。俺は一体なんてことを。何ができるか。ああ、これちゃんと始末つけてみようやった。急にサマーウォーズみたいになったな。クラウドファンディングキャンペーンが成功してたら、こんなことにならなかっただろうに。お前たちをコンピューターに転送する。どうにかしてくれ。それいけ。おお、うん、パソコンに入った。そうやって見える。解決を考えるぞ。ちゃんと一緒に来れたか。いるよ。合図してくれ、最後の頼みだ。どうやって？押すクリック。ああ、なるほど。はい。誰と話してる？だ、誰でもない。難しいわ、これ。難しくね。我々の立場。あ、
I'm not going to have enough RAM. Game, can you close all these windows while I think of the solution? ウィンドウ全部閉じといてくれ。それで時間が稼げる。なるほど。うちらがやるってことね。User, can you take care of it? はいはい。I'm not very good at closing down programs. なんかヒントがあったりすんじゃないか。I feel like every window you close just reappears again. It never ends. キリがない。We're never going to make it.なんだそれ、それ大事じゃない？なんか押せない？バーチャルコイン、カラッケツだが他のとこで探すか。別の方を見つけるしかない。大事そうなファイル。それは違うかな。あ、これかな？なんだろう。アウトオブメモリー、アウトオブメモリーって書いてあるわ。ドル、お金。ここもドル、これとこれだね。これとこれだね。あ、その左、なんか、あげなきゃいけないんじゃない？あげる。お金をあげるみたいな。違うかな。多分でも使うのはこの2つで。あ、なるほど。マインスイーパーね。俺あんま得意じゃねえぞ。マインスイーパー任せてって感じ。あんま得意じゃないよ。え？全部、待て待て、全部爆弾、全部爆弾じゃね？あ、全爆弾なのこれ。あ、全爆弾。あ、そうなんだ。あ、全爆弾だ。あー、てことは？この爆弾だけもらえばいいのか。あ、そうだね。あ、マインスイーパー全然あれじゃ。あ、マインスイーパー関係ねえや。悲しいわ。せっかくこれの出番かと思った。どこに爆弾をやるかだな。爆弾で、あのさっきのあれじゃん、メーターのとこでいいんじゃん。なるほどね。下下下下、そういうの下にある。ここにあるか。うん。これ動かせねえのが嫌だな。まあまあまあ、爆発させて、その爆弾を、ああ、置けねえか。ここなんか光るんだよね。別のウィンドウも光るっしょ。なんか光るの。ああ、ここも光るか。光んねえのあるか。待って、これさ、ゲージが何かで溜まってるんだよ。もしかしてこれ消すたびにゲージが増えてく？ああ、ほんとだね。だからしばらく消す作業が必要かもしんない。なるほどね。溜まってる溜まってる溜まってる。ああ、いいね。消して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 。ああ、いいね。これマックスにすると何が起きるんだろう、ね、コインだね。あ、コインが光るからコインをもらおう。やった。オッケー。ここに入れられる。入れよ。ああ、よかった。ああ、なるほど。そういうことか。ゲージが上がってったのな。ゲームが始まったね。ああ、スペースインベーダーが始まりましたね。とんでもないやつだな。あと2つ。頑張れ。オッケー、あと1個。オッケー。ああ、そういう感じ？あ、これ爆弾でいいのか。もうこれは放置して、爆弾を。作ろう。あ、ダメみたいですね。マジか。放置がダメ？え？真ん中に置いとく。端っこに置いとく。どうすればいい？爆弾のやつを出しときたいよな。もう下にはあるんだよね、すぐ。うん。端っこに上に置いとけばいいんじゃない？上、もうちょっと上、もうちょっと上。ここまでしか行けないんだ。真ん中に置いとけば全部死んだりしない？あ、真ん中で大丈夫か。そこで。あ、離しちゃダメなんだ。じゃあ、一旦放置じゃない？それは。ボムをちょっと取り出しやすい位置に置いといて。まあ、すぐここにあるんだけどね。オッケーオッケー。で、その状態で左やればいい。よし。たら、離して。はい。おらー！オッケー！いけー！爆発しろー！耳を下げ！これで一気にウィンドウを片付けた。オッケー。俺たちが、おー、解放してるぞ、ずっと。でかした。変な手は使わなかっただろうな。穏便にな。爆弾使ったけどな。あれは重要なデータなんだ。そうか。吹っ飛ばしちゃった。おー。ゲームプレイを切り離した時にグリッチが現れたのなら、お前とグローバルゲームプレイをソースコードを組み込み直す、一緒にしちゃうと。はいはい、ジジな。わかったわかった、そんならジジだ。はい。一緒になったね。あ、ジジはまだ携帯の中なんだ。あれ？なんでだ？ああ、時間かかるんだ。
今待つしかない。そんなでもないけどね。まあまあ早いけどね。そうね。うん。やばいやばい、車突っ込んできちゃった。ああ、違うか。掃除機。操られちゃってんだ。すげえ、コミカルに。待つしかないか。スマート掃除機で襲われている。あ、グリッチ来た。あ、やばい。あ、やばい。傾け、傾け、傾き。あ、まだか。あ、元サイリン収まってしまったら都合が悪い。お前来たか。転送に障害が発生してる。斜めになってるからな。どうすればいいかな。Oh, no. あんたはジジを助けてやってくれ。俺がなんとか時間を稼ぐから。お前なんかできんのか。決着はゲームでつけようじゃないか。俺が勝ったらお前は二度と姿を現すな。そういう約束聞かねえって知ってんじゃん。まあでも時間稼ぐためだけのあれなんだろう。まあな、うん、ほうほうほう。じゃんけんでどうだ。あのズルばっかするじゃんけんか。いや、代わりに三目並べをやろう。あれもどちらも勝てないルールじゃないか。確かに。そんなゲームじゃないだろう。だからまさにタイトルにふさわしいじゃないか。始めよう。後ろで掃除機から逃げ捨て、一生やってる間に俺らなんかしろってことな。何をすればいいんだろうな。グリッチをクリックできるわけでもない。丸とか×をもらえるわけでもない。もらえる。今取れた。取れた。×取れた。終わった瞬間。おお。あ、丸か。終わった瞬間赤く光るときに。丸は取れる。丸、ああ、×にしちゃった。うん、丸をもらおう。OK。えい。丸じゃない。なんだ？棒取れる。棒は取れない。あ、棒は消えちゃう。なんか罰を。罰を。引っ張ったりはできないもんな、その。そいつ自体にも何もできない。で、俺が持ってる時は何もしないんだな、こいつらな。何かしろってことなんだよな。オッケー、なるほど、そういうことか。はい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 。まあこれ繰り返せばいい、良さそうだね。ほら、少しずつ進めて。ああ。丸でもいいのかな？なんでも良さそうだね。キャッチできるんじゃない？肉にはキャッチはできないか、さすがに。あ、今度上行った。この方がいいな。さあ来るぞ。私が、私が、ああ、掃除機に襲われてる作者が来てということだと。全世界は出た。多分大したことねえんだろうな。どうなんだろうな。ああ、そういうわけじゃないのか。まあそうだね、こっちがなんか出てきちゃうね。消えちゃう。あ、今跳ねなかった？なんか変なことしたね。跳ねて、うん、ピュインっつって落ちたね、これが。あー、これを、あ、ピンボールだ。なるほどね。重い、結構重い、結構重い。あー、オッケー、ナイス。いいブロック寿司。何回かやる感じか。おお、やべえ、ギリギリ。うい、真ん中。オッケー、ナイス。さあ、もうちょい。ラスト1回。おい、おい、おい、あれ、真ん中。もう1回、よし、いった。さあ、これで 100% だろ。よし、オッケー。すごいぞ。よし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 。お、なんか、戦闘が。お、倒した。首に巻きついてる。終わったよ。グリッチ。え、オフライン。ああ、なるほど、なるほど。お、閉じ込めた。お前の親と。恐ろしく。バーチャルに背筋が凍るね。ご愁傷様。ほう、なんだその態度は。なぜってな、グリッチ。私たちはゲームになるから。お、転送は。おい、そんなバカな。ケーブルを差し直せ、愚か者が。出ていけない。やるんだ、作者、逃げられないうちに。おお、消してるけど、作者の方が早い。
お前なんかできる？できないか？あ、できる。これ抑えられるんだ。えい、まあなんか離れるのか。何回もって感じじゃない？あ、無事。頑張れ。よし、OK。あーっと。よし、OK。ナイス。どうだ？ OK。ナイス、掴め。あー、掴めない。掴め。くそ。やめてくれ。でもね、あの、進んだ分は後退はしないから。なるほどね。この右上じゃない。あ、そうしようか。うん。よし。OK。終わった。はあ、じゃあ後でな、ゲーム。あとイエスを押すと。ブリッジ倒したー。やっとやん。ゲームになってしまった。さあ、どうなったんだろう。ついに帰ってきた。ああ、最初の画面だけど、じゃあゲームなんだ。ゲームがあるんだ。グローバルプレイ。グローバルゲームプレイか。二人で。何もかも元通りになったみたいだ。あんたのおかげだな。ユーザー、何があっても諦めず、コート決めたら、テコでも動かず、何でもそのクソカーソルでいじって壊しちまう。いいから素直に言っちゃえと。ありがとうと。そういうことだ。Thank you. でもお別れだ。それはあんまりだよ。付け直したね、今ゲームをね。だってユーザーはこれでやっと遊べるんだよ。すげえ、ゲームが遊べるよ、やっと。あ、ひもね。すげえクソゲーだった。一瞬で終わりそうだよな。ああ、ゲームが始まっちゃう。ほう。変わんないね。スタートボタンどこやったの？タイトルの裏かな？スタート、作れるかな？あ、T。T がもっと欲しいか。あ、普通に。重くて上がらない。鎖を引っ張って、はい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 、スタートボタンがやっぱりボタンないじゃない。後ろだよ、そのプレートの後ろ。新規ゲームエレメントを生成するね。あ、ドライバーでね。さあ始まるぞ、ゲームが。まあ多分ゲームが始まったよっつって終わりだろうな。まあ、そんなね、ちゃんとしっかりゲーム始まっても困るしな。確かに、うん、プレイ。おい、押せねえぞ。俺のゲームが起動する。俺たちのゲームか。本来デザインの。あれだけいろいろあった後だし、ミスター・グリッチが本当にどえらい騒ぎを引き起こしたことも考えて、もう一つの選択肢を用意した。ああ、ソースコード削除ね。もう一つバグが現実に溢れてしまっている事態が起きないように。自爆を選ぶわけだ。気は確かなの。俺たち二人は全人類の未来の方が大切だ。だろ？どちらを選ぶもあんたの自由だ。ゲームかそれとも。人類の平和か。いや、太陽系、いや、宇宙の平和か。怒ってる。まあ、どう考えても上を押したいけど、まあね、下ルートもまあ気になるけどね。まあね、迷う気持ちはわかる。その選択肢に正解なべーん。始まっちゃうよん。お、あれ、そうか、ロードシミュレーター的な。あんたはゲームを選んだ。結構。何その態度。あなたアプリケーションを起動したくないの。めっちゃ仲悪いじゃん。かもしれない。どうにも嫌な予感がしてさ。
スカイラルの地は混乱に陥っていた魔王ヤギノンの邪悪な軍勢が攻め込んできたからである。ヤギノンか。しかし今王国に光を取り戻さんと一匹の若きリスが立ち上がる。生まれながらに飛行能力を持つ者、その名をリソクという。リンクのパクリじゃんこれ。いいのこれ、大丈夫。ゲーム RPG アドベンチャー開発中バージョン、ボタン押しちゃってユーザー。オッケー。アクト1復活。マジ。あグリッチだ。グリッチ。はい、はい、まあ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 、まあそうね、本物のゲームをお楽しみくださいと、はい、いやまあいいと思います。これはゲームじゃないので あの最後のソースコード削除もまあ気になるね。どういうあれなんだろうね。どうなんだろうね。確かに、まあでも面白かったんじゃない。面白かった。全体的に良かったよ。いいボリュームだしね。うん。おあら、利息かこいつもしかして。あ怒ってる怒ってる。体質なんだ。あれなんでインドの人じゃん。インドの人だっけ。うん。あロシアの人。これロシアの人か。うん、あら。僕たち助けが必要。ぷぷぷぷどういう意味だろう。これ誰だ。あー日本人。あー。あーぷぷぷぷぷね。ほう。俺たちはみんな死ぬんだ。あーなんだなんだ、びっくりした。なあ、じゃあインド人とロシア人声一緒。あーほんとだ。いや面白いなー。あーユーザーあなたです。あなたです。この非ゲームの制作にあたり、いかなるプログラムも危害を加えられていません。まあ一応な。確かにケースとか言ってたもんな。ブツッと割るな。もう一回始まるか。おお。ゆっくりしてるね作者。うん。ダラダラしすぎだろ。全部同じ番組じゃん。終わりか。あーあーなるほど。まあこれでまあチャプターも選べてみたいな感じか、ね、最後のあれみたいな。 It's your choice, my friend. さあさっきはこっちを選びましたけど、まあ、まあそんなに言われたらね。そうね、うん、どういうエンディングが変化していくのかっていうとこ、まあワンチャン死ねえと思うんだけどな。ワンチャンなんか止められるとかじゃねえかな。 GO! さあどうだ。お辛い選択だったのがユーザー、あんた正しいことをしたよ。あら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 、俺のことですが1バイトずつ消えていくのがわかる。あーあああああ、ちょっと痛いけど後悔はしていないぜ。これジジが止めるパターンか。しょうもない人。どうすんだろう。さよならルーザー。これいじれる真ん中とか。今度こそお別れだ。バッドエンドみたいな感じか。はい、もう終了していいぞ。もう一回オープニング画面か。いやそれとも、お芝居は済んだ。しばらくは平和でいられるようにと思ってさ、こうやって君と過ごすのはもう何サイクルぶりだろう。何サイクルぶり。二人きりの時間を楽しみたかった君と俺だけで。俺が一人で飛行のために作ったバックグラウンド。はい、あ、はあ、レッドボーイ。どちらさん？ロシアの人か？ロシアの人か。ああロシア人の声。敵の目が監視している。敵のスパイが監視している。ほう。小銭が切れた、もう切れ。あ、死んだ。敵の目？ユーザー？ユーザー？まだいたのか？
このくまあなるほどね、まあ、はいはいはい、まあ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 、ね、はい、まあ一応ささやかなマルチエンディングみたいな感じだったわけですね。まだあるー、こっちのルートもあるんだ。空飛ぶ相当のリスが見える。お前が気にしてたその後じゃん。家に帰りたいよ。ストレスだなワトソン。この重力以上はおそらく地軸反転によるものだろう。なんでこいつら服脱いだろう。事態が正常に戻るまでせいぜい。実はトイレに行きたくて。あら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 、助けてくれ。僕たちを出してくれ。あー、なるほどね。あー、確かに気になってはいたけど。各チャプターのキャラクターのその後もちょっと見れるということで、そうね、はい、面白いゲームでした。はい、はい、じゃあ、ゼアイズノーゲーム、終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。